合同電気株式会社は、大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。三重県津市に本社を置く会社で、設立時は地名を付して、三重合同電気株式会社と称した。1922年、三重県下の電気事業者3社を統合して発足。その後も県の内外を問わず、積極的に事業統合を進め、 最終的に供給区域を30県、奈良県、京都府、滋賀県、和歌山県、兵庫県、徳島県の7府県に広げた。また電気供給事業の他にも一部の都市で電気鉄軌道を運営し、都市ガス供給事業を経営していた。1930年に大手電力会社東方電力の参加に入り、1937年に同社へ合併されて解散した。 三重合同電気時代の広告合同電気は、明治期開業の三重県下電気事業者3社が、新設合併により合同し、1922年5月に成立した電気事業者である。合同に参加したのは、津田電東、松阪電気、伊勢電気鉄道の3社で、三重合同電気発足後も岩倉水電など、県下の事業者統合を進めた。 さらに1923年には徳島水力電気を合併し、徳島県及び淡路島にも進出した。三重県外での事業拡大はその後も続き、1928年に農費電気を合併し、岐阜県へと進出。1930年には東方電力から同社四日市支店の事業を譲り受けて、三重県の大部分を供給区域に収めるとともに、 奈良支店の事業を継承し、さらには、京阪電気鉄道から同社和歌山支店の事業も引き継いだ。これらにより、供給区域は、最終的に、三重県、奈良県、京都府、滋賀県、和歌山県、兵庫県、徳島県の7府県に及んだ。東方電力から事業を継承した際に、現物出資の形を取ったため、以降は、東方電力が、大株主となっている。 また事業継承が決定した1930年1月、社名から地名を外して合同電気へと改称した。電気供給事業以外の県営事業としては、都市ガス供給事業、電気軌道、鉄道事業、バス事業が挙げられる。ガス供給事業は、津電東や徳島水力電気から継承したもので、一部を1930年に、系列の合同ガスへと移管している。 電気軌道事業は三重県と和歌山県で営んでおり、前者は伊勢電気鉄道、後者は京阪電気鉄道からそれぞれ継承した。バス事業も両社から継承し、1932年まで直営であった。電気鉄道事業は三重県の浅間登山鉄道を1928年に合併したことで始まった。ただしこれらの県営事業が、 収益に占める割合は小さく、1936年9月期の決算では総収入の94%が電気供給事業の収益である。1937年3月、大手電力会社で大株主であった東方電力に合併され、合同電気は消滅した。その東方電力も1942年に解散しており、 合同電気が供給していた地域はその後の再編を経て1951年以降中部電力、関西電力、四国電力の営業区域の一部となっている。また、県営事業はガス事業が東方ガスおよび四国ガスに継承されているが、運営していた鉄軌道路線は全て減損しない。以下、遠隔のうち設立の経緯と設立後の三重県内における 電気事業再編の進展について記述する。合同電気、旧正三重合同電気は、社名が示すように、三重県の電力会社が合同して発足した企業である。1922年5月の会社設立時、合同に参加したのは、津電東株式会社、松阪電気株式会社、伊勢電気鉄道株式会社の3社であった。 三重県下の主要電気事業者供給区域図三重県にて、電気の供給が開始されたのは、中部地方最初の電気事業者名古屋電灯が1889年に開業してから8年が経過した1897年のことである。まず県庁所在地の津市にて、4月から津電灯の手により開始された。ついで8月に、渡来郡宇治山田町でも宮川電気が開業し、 供給が始まる。津電灯は、地元の川、北四郎氷衛らにより、宮川電機は、大阪の実業家や地元の大田小三郎らによって、いずれも前年の1896年に、設立されていた。さらに1897年9月、県内3番目の電気事業者として、四日市市にて、四日市電灯が開業している。1904年2月、 ア山郡上野町の田中善介により、水力発電所が建設され、上野町にて、電気の供給が始まる。ついで田中は、名張川支流の小連寺川に、水力発電所を設置するべく三重共同電気を、設立、火力発電を電源としていた津電島に対し1910年により、電力の供給を開始する。この三重共同電気は開業後間もなく、 津電灯を吸収し、翌1911年に津電灯に改称した。また、伊南郡松坂町では、1903年に、実業家の西家東吉や地元の阿保洋蔵らによって、松坂水力電機が発足。串田川に水力発電所を設置し、1906年10月より、供給を開始した。松坂電機以降も三重県内では相次いで、 電気事業者が開業し、1921年度時点では、経営中に事業者を数えたが、この中で1万度以上の電灯を供給するのは、蒸気5社、津電灯、伊勢電気鉄道、北勢電気、岩倉水電、松坂電気だけであった。1921年6月時点の5社の概要と、1921年度の供給実績を可表に示す。 県下の電気事業統合を推進した三重県知事、山脇春樹1914年の第一次世界大戦勃発以後、産業の急速な発達により、日本各地で電力不足が発生していたが、当時の三重県下では、上記のように複数の中小事業者が乱立して、それぞれ独自の経営に追われており、総合的な電力供給は困難であった。こうした状況下において、 戦後電気事業の統合、整理が国策とされると、当時の三重県知事、山脇春樹は国策を反映して格挙的経営の弊害を解消するべく喧嘩の電気事業の統一を、各策、主要5社に対して合併を勧告した。知事の勧告を受けて、各社の代表者は、協議を重ねたが、北勢電機は当時周辺の事業者を相次いで合併していた。 関西電機との合併を選択し、1922年5月同社に吸収された。また岩倉水電も合併から離脱したため、この2社を除いたつ電灯、伊勢電機鉄道、松阪電機の3社にて合併協議が進められることとなった。そして3社の新設合併により、新会社を設立するという合併契約が締結され、 1921年11月27日、三社は、それぞれ臨時株主総会を開いて、合併を承認した。その後、新会社設立手続きが取られ、翌1922年2月2日付で、関係官庁から合併に関する認可も取得。最終的に同年5月1日、津電島、伊勢電機鉄道、松阪電機三社合併による新会社、 三重合同電気株式会社の創立総会が、津市内の津商業会議所で開催され、会社設立に至った。会社設立時の資本金は1250万円で、本社は津市南堀リタン2130番地に設置。経営陣は、代表取締役社長に、川北九太優、取締役副社長に、阿部洋造がそれぞれ選出された。 社長の川北は東京日本橋大馬町にも店を構える津の木綿章にして105銀行頭取。副社長の安保は松坂電機を中心に会社経営に当たった松坂町の実業家である。川北の社長在任は2年間で1924年7月に退任、同年9月より大田光博氏が2代目社長に就任した。以後、大田は 東方電力と合併するまで社長を務めることとなる。大田は関西の私鉄系半電気鉄道に設立初期から入社して社長にまで承認した鉄道経営者であるが、養父大田小三郎が伊勢電気鉄道の社長であった関係から1918年より同社社長も務めていた。二代目社長大田光弘氏設立後の三重合同電気は、資本的、 技術的、経済的統制を図る目的で引き続き30県内の事業者を吸収する方針を立て、積極的に事業の統合を進めた。まず1922年9月11日、山脇知事の合併勧告を受けていたものの、三重合同電気設立に参加していなかった岩、倉水電を合併、同時に同社系列の日立川水電も合併した。 このうちひなち川水田は、岩倉水田社長の田中善介により、商連寺川の開発に続いてひなち川を開発するべく1919 19年4月資本金50万円で設立された発電会社である。合併直前にひなち発電所が完成していた。この2社の合併は、創立総会から間もない1922年5月30日の臨時総会で議決。 合併に伴う三重合同電気の増資額は165万円増加であった。統合後、翌1923年にかけての短期間に送電設備の建設が相次いだ。つ、松阪間や松坂山玉の連絡送電線新設、伊賀地域の発電所周波数統一並びに、未局発電所、日立発電所間連絡線新設などからなり、 1923年3月には、山田から宇方までの宇方総電線も完成、宇方村をはじめとする島軍、渡来軍の30村に対する供給も開始する。加えて、同年5月31日、帝国基線の電気事業を156,765円にて、買収した。供給区域は、島軍と馬町及び鴨村で、1921年度時点での、 供給実績は、伝統供給5021等であった。賭場地区での電気事業は1909年7月に、賭場造船所の付属事業として始められ、造船事業の象徴とともに、経営主体が変化した、あと1918年より、帝国帰船の手で経営されていた。三重合同電気では5月中に、賭場にも変電所を新設している。 続いて1925年1月31日、三重共同電力の事業を2545,970円で買収した。同社は、三重合同電気設立前の1919 19年8月、津電東、伊勢電気鉄道、北勢電気、岩倉水電、松坂電気の5社の出資により、 資本金100万円で設立された発電会社で、大型火力発電所の共同建設によって、効率化と供給の安定化を図る狙いがあった。火力発電所に先立って1921年12月、畑発電所を建設。1923年7月には、三重火力発電所の運転を開始し、44キロボルト送電線を仮設して、4日市。 宇治山田方面へ送電していた。1925年11月、鳥羽沖の離島坂手島への海峡横断配電線工事が完成し島への配電が始まった。ついで翌1926年2月、坂手島の北にある東市島への工事が完成する。東市島では、三重合同電気の進出に先立つ1922年12月に、小田江主電機という事業者が、 ガス力発電を電源に開業していたが、三重合同電機では1926年5月にその事業を買収した。同社は資本金5万円、供給区域は東志島の内小田石村で、1924年度時点の供給実績は電灯供給610棟であった。さらに1926年8月、関東への配電工事も完了し、 鳥羽沖キ島三島での工事が終了した。昭和に入っても事業統合は続けられ、1927年5月15日、北室電機と合わせ電機の2社が合併された。合併による増資額は計82万円である。北室電機は1915年12月の開業で資本金10万円、本社は松坂町にあり阿保洋造が社長を兼任していた。 供給区域は北室郡長島町ほか4村、1926年度時点の供給実績は電灯供給5227棟、電力供給6 0 4キロワットであった。一方、大瀬電機は地元有志の手で北室郡大瀬町にて1910年5月に設立され、同年10月に開業。資本金は110万円で、 安保が取締役として入っていた。供給区域は、大瀬町をはじめとする北室郡南室郡12町村、1926年度時点の供給実績は、電灯供給16,454棟、電力供給1 6 4 9ットであった。合併に前後し、滝原まで伸びていた、送電線が1927年4月に長島まで、 延長され、十一月には和瀬まで到達した。発足時における、三重合同電気の電源には、櫛田川の水力発電所三カ所、創出力千八百二キロワット、伊賀地方の水力発電所二カ所、創出力千百キロワットと、複数の火力発電所があった。その後の事業統合では、旧岩倉水田の岩草発電所や旧、日立川水田の日立発電所、 旧三重共同電力の果瀬発電所、三重火力発電所などを引き継いだ。こうした初期の三重県下の発電所の中で、大型であったのが、三重火力発電所である。所在地は、津市大浅古川。三重共同電力の手で建設され、1923年7月に、出力3 0 0 0ットにて運転を開始。ついで1925年9月に5 0 0 0ットの、 増設工事が完了した。増設後の使用設備は、エッシャーウィス製蒸気タービン2台とウェスティングハウス製交流発電機2台からなる。1926年度の段階では、三重地域での年間総発受電量5761万キロワット時の44%に及ぶ年間2540万キロワットアワーの発電量が、三重火力発電所単体であったが、 合同電気となった1930年度には火力発電自体の稼働がなくなっている。平瀬発電所1928年7月1日、三重合同電気は農費電気株式会社を合併し、岐阜県へと進出した。合併による資本金の増加は600万円である。三重合同電気は従来水力発電の規模が小さく割高な。 火力発電主体の発電体制をとっていたが、納品電気を合併することで、水力発電の強化を狙った。納品電気は、福沢桃介系の会社で、1921年、設立。岐阜県元素郡根尾村にと根尾川を開発し、長島発電所を建設、地元への供給分を除いて、東方電力に発生電力を供給していた。また、 小川水系大白川の開発を担当した、冒険会社大白川電力を合併し、平瀬発電所も運転していた。資本金600万円、本社愛知県名古屋市、社長、金松博士で、供給区域は、岐阜県本須郡、伊比郡、山形郡、稲葉郡、大野郡の計26村。1927年度の供給実績は、 電灯供給2767等、電力供給1 2 2 9ットであった。合併直後の1928年8月、金松博士が三重合同電気副社長に就任している。この納費電気と三重合同電気は1927年5月、共同で発電会社農政電力株式会社を設立していた。資本金は500万円で、 納費電気からネオ川における水利権を譲り受けて、これを順次開発し、発生電力を両者などへ供給する計画のもと、第一期工事として金原発電所を建設した。金原発電所は1929年6月に送電線と共に完成し、その発生電力は津方面への送電に充てられた。農費電気が三重合同電気に吸収された後、 1930年5月1日付で、農政電力の事業も同社に298万9885円にて、買収されている。以下、遠隔のうち徳島県及び、兵庫県淡路地方における事業について記述する。河北秀夫三重県の電気事業者を統合して、発足した三重合同電気は、発足翌年の1923年10月に、 徳島県の電気事業者徳島水力電気株式会社を合併、三重県から遠く離れた徳島県及び兵庫県淡路地方に進出した。徳島水力電気の事業の発端は、1894年に設立された徳島電灯株式会社にある。翌1895年1月、徳島電灯は徳島市内に火力発電所を設置し、 市内への伝統供給を開始した。その後、明治末期になって、日本各地で水力発電が行われるようになると、徳島でも水力開発を行うべく、徳島水力電機が設立されるに至る。徳島水力電機は、地元の愛称を藤田打せんはじめらの発起により1908年2月、資本金30万円で設立。中川上流に、 桜谷発電所を建設し、1910年より送電を開始して、徳島市内の変電所から徳島市などへと供給を始めた。その結果先発の徳島電灯との競争が生じるが、翌1911年に徳島電灯は徳島水力電気に吸収された。徳島水力電気は徳島電灯以外にも電気事業者3社及び、 ガス事業者一社を順次合併するなど事業を拡大し、1921年6月の時点では、徳島県東部を中心に、徳島市及び、明東郡、明財郡、大江郡、板野郡、阿波郡、勝浦郡、長郡、三馬郡、三好郡の計54町村に供給区域を広げていた。代表者は、専務取締役の茨賀大で、河北秀を率いる電気メーカー。 川北電気企業者の系列であった。1921年度の供給実績は、電灯供給113,823万等、電力供給 1,465.7kW で、その電灯供給等数は、四国地方の事業者の中で最多である。さらに1921年から翌年にかけて、淡路島の電気事業者、計算者を合併。 淡路島の大部分を供給区域に追加した。事業を拡大した徳島水力電気であったが、同社は供給力不足という問題を抱えていた。発電所の新増設を順次行い解消に努めたものの、徳島県当局や停心大臣から改善命令を受けるほどであった。このため1922年に、ソ谷川水力電気を合併し、吉野川、 水系イヤ川での電源開発に着手した。一方で、経営面では高成績を上げており、資本金1225万円に対して、毎半期約4 5万円の利益を計上、年率12%の配当を続けていた。同時期の三重合同電気は、資本金1415万円に対して、毎半期6から70万円の利益で、 年率9%の配当であったから、三重合同電気よりも徳島水力電気の方が、業績では勝っていた。地理的に離れた三重合同電気と、徳島水力電気の二社を結びつけたのは、川北秀夫である。川北は、三重合同電気の取締役であるとともに、徳島水力電気の大株主であった。川北の圧戦によって、合併の計画は進められ、 一時期徳島側の重役官に内紛も生じたが、最終的に妥協が成立。1923年10月20日付で合併が成立し、三重合同電気は、資本金を13479,950円、増加して2,7629,950円とした。三重県内に偏在する一地方会社ではなく、東海と南海を横断する大会社として中央に、 拠点を据えるのが今後の車両拡大や資金調達の便から特策ということでの合併であった。ただし本社を三重県津市から大阪市へと移す本社移転問題はその後営業の中枢を大阪へと移しただけで、さたやみとなった。三重合同電気との合併により徳島水力電気の営業区域は 三重合同電気徳島支社の管轄となったが、1925年1月に淡路地区が徳島支社から分離され、新設の淡路営業所の管轄とされた。徳島支社管内では設備の拡充や供給の拡大に努めるとともに、三重県内と同様徳島県内の軍商事業者の統合を推進した。その第一号が1925年11月に、 実施された横瀬水力伝統社からの事業買収である。同社は、勝浦群棚、野村の一部を供給区域とする資本金1万円の事業者で、1924年度時点での供給実績は伝統供給215等であった。ついで1927年5月15日、宮川内水力電機、明細水力電機、長電機の3社を同時に合併した。 合併による資本金の増加は91万円である。この三社の概要は以下の通り。三社合併に続いて1928年7月、海部軍を供給区域とする海部水力電気の株式を取得し、支配下に置いた。これによって、徳島県の大部分が三重合同電気の勢力圏となっている。ついで1933年11月、 アワ水力電気の事業を競り落とした。同社は大阪市にあった資本金13万円の事業者で明東軍佐奈ごうち村で不能発電所を運転していた。徳島支店館内では館内一斉の需要開拓運動など積極的な営業政策が取られた。例えば1926年11月より実施された伝統増殖運動では 一ヶ月間徳島市を中心に、館内全域にわたり社員総出で格好を訪問し、期間中差額の料金を無料化するなどの特典を、つけてより高い食工の電球への変更を勧誘、増収を図っている。また電力供給では、北島町にて、東方人造繊維の零四工場が1935年1月に、竣工すると、合同電気は工場まで送電線を仮設し、 供給を開始した。淡路営業所管内では、1932年3月10日、淡路電灯から事業を327,500円で買収した。同社は1915年に開業、資本金は30万円で、供給区域は、津田郡の14町村。1931年度時点の供給実績は、電灯供給11,861棟。 電力供給1 8 3 7ットであった。この買収によって淡路島の電気事業統合が達成された。相本発電所淡路島においては、徳島水力電気時代の1923年5月、津波郡相本町に火力発電所の相本発電所が完成、分散していた小発電所を廃止して、相本発電所から各所に配電する方式をとっていた。 完成時の発電所出力は1 0 0 0ット。ついで、三重合同電気時代の1926年6月に1 0 0 0ットの増設工事が完成し、1928年9月にも2度目の増設工事が終了した。認可出力は3 5 0 0ット。増設後は、タービン発電機3大体制で、ゼネラルエレクトリック製1 0 0 0ット機。 スタールアセア製 1400kW 機、三菱造船、三菱電機製 1400kW 機からなった。なお、淡路島は電源に乏しいため常に本州、または四国からの送電が要望されていたが、海底ケーブルの付設が困難であることや架空船の仮設には、由来要塞の関係から陸軍が反対したため、実現しなかった。いや発電所未明合同電気が合併した。 徳島水力電機は中川において電源開発を手掛け桜谷第一、第二発電所を建設していたが、1922年にソ谷川水力電機を合併し、徳島県産幹部、吉野川、水系伊ヤ川での電源開発計画を引き継いだ。この伊ヤ発電所は1923年3月に浸港。省の資料によると、1926年時点における、 発電所出力は9 1 2ットであった。ソ谷川開発計画は、本来、伊谷川とシリウ谷道川に、計4箇所の発電所を建設するというものであった。その第一期工事としてまず、伊谷発電所が完成したのであるが、その後建設費の関係上計画が変更され、伊谷川、谷道川及びその死刑流の流水を1箇所に、 集めて一つの発電所として発電することとなった。このイヤ発電所第2期工事は土木工事と発電所2台のうち1台分の工事が1926年11月末までに完成し12月25日付で使用認可を取得。残工事も翌1927年3月に完了した。増設後の出力は5 3 8 0ットで、 三菱造船製、ペルトン水車、1250キロボルトアンペア発電機一組と、エッシャーウィッセイ、フランシス水車、日立製作所製4375区場発電機二組を備えた。この増設工事完成を機に、余剰電力を利用して、鹿児島町と徳島市を結ぶ、電気鉄道を付設する計画が浮上したが、実現していない。徳島県下における、 自社建設水力発電所は、このイヤ発電所のみだが、他社水力発電所の電力も順次受電した。まず1925年11月、美馬水力電機からの受電を開始。ついで1928年11月に、四国電力からの受電を始め、じめ、1931年12月より、サダミツ電力からも受電した。百三十六年末時点では三社からの、 受電電力は計7 2 0 0ットであり、自社水力発電所6カ所の創出力8 2 0 2ットに迫る規模であった。なお3社の内四国電力、定密電力は自社の冒険会社にあたる。徳島火力発電所徳島県下の火力発電所は徳島水力電気時代の1922年から勝浦郡小松島町に 出力 1000kW の小松島発電所が存在した。四国地方は雪が少なく、夏季冬季には渇水が多発するため、渇水器に水力発電量の減少を補う火力発電所が必須である。イヤ発電所の完成後、1929年春に火力発電所の増設が決定され、用水や石炭輸送の都合から、 小松島港に面する小松島町大技、小松島阿財イ会にに、徳島火力発電所が建設された。徳島火力発電所の運転開始は1931年10月15日付、三菱造船神戸造船所製蒸気タービン及び、三菱電気製5000キロワット発電機一組が設置された。ついで第二機工事が1936年12月に、し、 出力が5 0 0 0ットから1万キロワットに引き上げられた。送電連絡の整備や発電所の完成後、三重合同電気徳島支店管内の電力系統と、他の四国島内事業者の系統とを連絡するという、四国における電力統制の議論が浮上する。四国では、三重合同電気と伊予鉄道電気、四国水力電気、土砂電気、高知県電気局の5事業者が、 勢力の大きな電気事業者であった。昭和の初頭、この四国の五大事業者の電力系統を連絡しようという議論が起こり、数度にわたる会議の結果、1929年7月送電連絡契約が五大事業者の間に締結された。この契約締結で実施されることとなった電力統制は以下の内容である。この契約により、 三重合同電気関連では、矢発電所と四国水力電気出会い発電所及び、高知県営東方営発電所との間に連絡送電線が整備された。1927年6月、三重合同電気は、香川県の高松電灯株式会社と提携した。提携した高松電灯は、高松市を供給区域として1895年に開業した電気事業者である。 開業以来火力発電によって市内へと供給していたが、大正時代に入って水力発電を電源とする四国水力電機が高松市内における供給事業に参入したため、需要化の争奪戦が生じていた。高松電灯は四国水力電機への対向上、水力開発を展開する三重合同電機との提携を選び、資金、技術援助を受けるとともに、 火力発電所の新設と三重合同電気からの受電を決定する。提携の翌年に新発電所が完成すると高松電灯は四国水力電機に対して構成を仕掛け工事費無料、電灯料金1ヶ月間無料という破格のサービスで需要化の切り崩しに着手した。ところが頼みとしていた三重合同電気の高松送電線は当局の許可を得られず、 発電所の故障もあったため、1929年春になると高松電灯は行き詰まってしまう。これを潮時とみて有力者が圧戦に入り、四国水力電機と高松電灯の対等合併が決定。1930年6月に高松電灯は四国水力電機に吸収された。以下、遠隔のうち1930年の 東方電力による資本参加から同社への合併までの期間について記述する。東方電力名古屋火力発電所5大電力と呼ばれる戦前期の大手電力会社の一角である東方電力株式会社は名古屋市をはじめ東海地方を中心に供給区域を広げた名古屋電灯と福岡市をはじめ北部九州に供給した九州。 電灯鉄道を主たる前進都市成立した会社である。1921年から翌年にかけて、名古屋電灯が関西電機となり、さらに九州電灯鉄道と合併して、東方電力となるまでの過程において、多数の電力会社が統合されており、12府県にまたがる供給区域を持つ、資本金約1億3000万円へと短期間で発展したという特徴がある。 東方電力が統合した事業者中には、先に触れたように、四日市市を中心に北勢地方に供給していた北勢電気がある。三重県下ではこれ以外にも、北勢電気と同じく1922年5月に統合された岐阜県の時水力電気が、県西北部の稲部郡立田,田村も供給区域に含んでいた。また、三重県の伊賀地方に供給していた津電島。 岩倉水田は、三重合同電気に統合されたが、その西側、奈良県、京都府南部を供給区域とする関西水力電気、山城水力電気は東方電力に合流した。この地域は、東方電力においては、東海地方の供給区域とは隣接しない飛び地で、送電連絡も当時はなかった。 一連の事業統合が終了した後の1922年10月、東方電力では、三重県下での市場拡大を狙って、三重合同電気の供給区域である、津市、宇治山田市及び川上げ、あの、市市、伊南、滝、渡来、島各郡の主要町村を50馬力以上の大口電力需要に限って供給する、制限付き電力供給区域に新規に加える旨を、 当局に申請。翌1923年8月30日、つ、松坂山田の三変電所設置と合わせて、その許可を得た。1920年代半ば、東方電力では、需要増加に応じて平川開発、名古屋火力発電所建設を進めていたが、五大電力の、一角日本電力の名古屋方面進出を抑えるため、同社と大規模受電契約を、 締結、1924年10月より受電を開始した。こうして抱えた大量の余剰電力を消化すべく、東方電力では送電系統の拡大を推進し、まず1925年7月に名古屋と静岡県、浜松をつなぐ長距離送電線を完成させた。ついで新規に供給権を獲得した三重県中税。 南西方面へ進出すべく、名古屋市内から四日市変電所まで伸びていた、季節送電線を、津松阪経由で、宇治山田島で、延伸、1926年8月から9月に、かけて、同地域への送電を開始した。さらに1927年12月には、奈良、高田方面へと送電するため四日市から、高田変電所に至る、送電線を新設している。 名古屋停心局の資料によると、1927年末の時点で、東方電力は、三重合同電気との重複供給区域内において、津の東洋防石津工場、岸和田防石津工場、松阪の金棒防石松坂支社、宇治山田の東洋防石宮川、山田両工場などの需要化を抱えた。加えて、三重合同電気自身も四日市変電所にて、 東方電力から7 0 0 0ットを受電する大口需要家であった。三重合同電気に対する東方電力の電力供給は1924年に当時の30共同電力経由にて開始されたものである。東方電力専務岡本桜三重合同電気社長の太田光博氏によると三重合同電気と 東方電力の提携話が浮上したのは1929年のことであるという。同年夏頃、東方電力専務取締役の岡本桜が大田を訪ね、東方電力と三重合同電機の合併はこれまでの複雑な歴史や行きがかりのため直ちに実行できるものではないが、東方電力の四日市、奈良領区域を30合同電機に移して経営を合理化できないか、 と持ちかけたのが発端となった。これに対し大田は、岡本が統合後の責任者となること、自身が社長を兼ねる京阪電気鉄道の事情から、同社和歌山支店も合わせて統合することの2点が条件に加わるならば、統合の方針に賛成すると答えた。以後京阪を加えた3社の関係者で内々に交渉が進められ、9月に、 大田が地獄事件に巻き込まれ一時交渉が中断することもあったが、翌1930年1月に3社間で事業譲渡契約締結に至った。1930年1月6日付で、三重合同電機と東方電力との間に締結された事業譲渡契約の主な内容は以下の通りである。東方電力から三重合同電機へ移管された主な設備は、 発電所13カ所、変電所21カ所、四日市、宇治山田間送電線である。名古屋、四日市間送電線及び、四日市、高田間送電線は、時間の対象からは、外れて、東方電力の手に残された。この契約は1930年1月30日に、まず東方電力側の株主総会にて承認された。総会にて、 同社社長の松永安左衛門は、東方電力側から見ると、余剰電力の反路拡大という利点があり、三重合同電気としても従来の電源不足を、東方電力の参加に入って、送電連絡を強化することで解消でき、その上両社で設備を共用できるので、提携は両社の利益となると説明している。東方電力に続いて、翌31日に、 三重合同電機も株主総会を開いて、蒸気契約を承認するとともに、社名から地名を外して、合同電機株式会社へと解消した。1930年5月1日、東方電力から合同電機への事業譲渡が実施された。その後、同年7月に役員の移動があり、阿保洋造、金松博の2名が副社長を辞任、高くは各一と、 海藤金目作りが新たに副社長に就任した。関西の私鉄である京阪電気鉄道株式会社は1920年代になって沿線の大阪府や京都府から外れて滋賀県や和歌山県にも進出していた。そのうち和歌山県では1922年7月に和歌山水力電気を合併して和歌山支店を設置し、和歌山市及びその周辺で 電気供給事業や電気軌動事業を開始。さらに1926年3月には、日高川水力電気も合併し、五棒、田辺地区を供給区域に追加した。沿線以外への進出以外にも、鉄道輸送力の増強、防計会社新京阪鉄道の設立と、積極経営を続けていた京阪電気、鉄道であったが、積極経営により、 負債が神経阪鉄道と合わせて1億円を超えたため昭和恐慌が発生すると財政面で行き詰まってしまう。このため同社は自主的な財政整理と神経阪鉄道の債務整理のための処置を取らざるを得なくなり和歌山支店の売却に踏み切ることとなった。譲渡先は社長がおなじみへ合同電気で東方電力四日市奈良支店の譲渡と 同様1930年1月に契約が締結された。1930年1月5日付で、京阪電気鉄道と三重合同電気との間に締結された事業上と契約の主な内容は以下の通りである。上記契約を承認する株主総会は30日にまず京阪電気鉄道側で開催されたが、和歌山方面の株主から 猛烈な反対運動が起きたため紛糾、決戦投票までもつれて、ようやく原案通り譲渡と決定された。三重合同電機側の株主総会での承認は、社名変更、東方電力からの事業移管決議と同様に、翌31日付である。譲渡手続きは準備の都合上東方電力分より、遅れ、1930年5月10日に完了した。 東方電力が譲渡の対価として株式を受け取ったのに対し、京阪電気鉄道が受け取ったのは謝罪及び支払い手形であったが、これは負債整理に充当するという京阪社内の事情からである。ただし、東方電力が合同電気より交付された株式72万株のうち10万株が同年9月に京阪電気鉄道へ譲渡された。なお、 和歌山支店の毎半期300万円近い収入を失った結果、京阪電気鉄道はその後も続いた不況で、さらなる経営不振に見舞われ、1932年、上木に無敗へと転落した。京阪社長の太田は後年、和歌山支店の合同電気への売却について、多額の借金を抱えて、当時としては、 やむを得なかったが、売却せずに切り抜けていたら、無敗にはならなかったはずなので失敗であった、と回想している。1930年5月、合同電気が、東方電力四日市、奈良支店を引き継ぐのと同時に、三重県下の桑名、富田、四日市の三編電所と奈良県下の奈良、高田両編電所において、東方電力からの新規受電を開始した。 これらの変電所はいずれも同時に、東方電力から合同電気へと移管された施設に含まれる。さらに、同年8月1日、京阪電気鉄道から引き継いだ和歌山区域においても、黒田海平所を受電地点として、東方電力からの受電を始めた。翌1931年9月末時点における蒸気地点での受電電力は、 三重県下分が計 34000kW、奈良区域分が 7000kW、和歌山区域分が 15000kW である。先にも触れたが、名古屋伊勢に伸びる東方電力の送電線は、名古屋市内の岩塚変電所から、三重県内の四日市変電所を経て、奈良県内の高田変電所へと至る77、KV 送電線が存在していた。 関西方面への送電が増加するとこのうち岩塚、四日市間が容量不足となったため東方電力では名古屋近郊の岩倉にある日本電力名古屋変電所と四日市高田間送電線を直結して四日市を迂回する送電線を1930年4月に整備するそして関西方面へのさらなる送電増加に伴い日本電力名古屋変電所に隣接して 自社の岩倉変電所を新設、関西側の傷にも傷変電所を整備し、1933年6月より、その間の送電電圧を 154KV に昇圧した。合同電気側でも変化があり、翌1934年12月、奈良、和歌山両区域における、東方電力からの受電地点を奈良変電所1カ所に集約する工事が完成している。 こうした変化を経て、1936年末時点の段階における東方電力からの受電電力は、津久いでは、桑名、富田、四日市の三変電所にて、常時3万8000キロワット、最大4万6700キロワット、奈良・和歌山区域側では、奈良変電所にて常時2万2000キロワット、最大3万7000キロワットとなっていた。 同時点での自社水力発電は、つく域が14箇所、総出力2 5 2 7 5ット、なら、和歌山区域が11箇所、総出力1 4 3 5 7 7ットであり、東方電力からの受電はそれに勝る規模であった。また、東方電力からの受電以外にも奈良区域の電源には、大道電力からの受電があった。 東方電力奈良支店が1923年より行っていた受電関係を合同電気が引き継いだものであり、1930年に 5000kW の受電で始まり、毎年 1000kW ずつ全増した後1935年以降1万 kW の受電となった。受電地点は大阪府内の2カ所である。合同電気の親会社となった東方電力は合同電気に 四日市、奈良支店を譲渡した直後に再び、三重県に進出した。1930年12月、名古屋地区に進出してきていた東京電灯から、同地区における事業を買収した際、その中に四日市市及び、桑名郡、三重郡における供給事業が含まれていたためである。だが、三重県下の事業は、合同電気に属するのが経営上都合が良いので、先に合同電気に、 譲渡されていなかった地域を合わせて1932年3月にこれら事業を合同電機が譲り受ける契約がまとまった。一方、合同電機は1928年の納費電機の合併に伴い岐阜県に進出していたが、同県では東方電力に事業を集約するのが都合が良いので、この事業を合同電機から東方電力へ移管することも合わせて決定し、見え、 岐阜料券の事業を両者で交換することとなった。事業交換契約の内容は以下の通り、蒸気事業の交換は1932年9月12日付で認可を得て実施された。なお交換された設備は、主として配電設備以下に止まり、それ以外では発電、送電設備に変動はなく変電所一箇所が合同電気から東方電力へ譲渡されたのみである。 岐阜県では、その2年後の1934年3月に、ネオ工業という事業者の事業を譲り受けた。同社は1924年に、旧能飛電機から濃厚発電所を譲り受けて売電していた。合同電機は、対東方電力以外にも、南海鉄道との間で、和歌山県における供給区域の交換を実施した。合同電機が譲渡したのは、伊都郡高野町。 九動山町における事業及び関連財産、南海鉄道から譲り受けたのは、海藻群を河村における事業及び関連財産で、いずれも配電線以下の設備である。1932年4月に交換を完了した。また、同年10月、無限責任西川原柑橘、販売購買生産組合の電気事業を譲り受けた。同組合は、 和歌山県長郡川原村のみを供給区域とする小規模事業者で1920年に海洋電灯300頭余りを供給していた。東方電力社長松永安左衛門1930年に東方電力の資本参加を受けて増資した直後の1930年9月末時点では大株主は東方電力と京阪電気鉄道の2社で それぞれ合同電気の総株数144万699株のうち62万株11万3800株を保有していた。これに動きがあったのが1934年のことである。合同電気はオープンエンドモーゲージ製社債総額6000万円の発行計画を立てて、その募集に関して陳時系徒団と交渉を進めたところ銀行側は 社債ではなく借入金の形で融通すると申し出て、なおかつ東方電力の裏書きを要求してきた。この形成を察知した東方電力社長、松永安左衛門は、合同電気の実験を握るべく、動き出し、京阪電気鉄道が所有する合同電気株のうち10万株を東方電力にて買い戻して、持ち株を計72万株として、合同電気を完全な支配下に置いた。 合わせて松永は合同電気の会長に就くこととなり1934年1月に就任した。このように合同電気を支配下に置いた東方電力がさらに会社そのものの合併に踏み切った背景には当時具体化されつつあった電力国家管理政策に対抗する思惑があった。東方電力を経営する松永安左衛門は1920年代から 電力業界の統制を訴えていた人物であった。その技術面での主たる主張は、広大な地域の発電所を送電線で連携し、発電力の過不足を調整するという、超電力連携と建設費が、水力発電に比して安い火力発電を活用して、供給を補うという、水化併用にあり、経営面では一区域一会社主義を訴えていた。 とはいえ、これらの主張は直ちに現実化するものではない。ため、周辺地域の事業者と送電連携し、供給力を相互補給する電力プールの形成を優先し、主張を具体化することとなった。四日市、奈良支店の合同電気への移管や、その後行われた中部電力との提携、九州での送電連携はその一環である。松永の経営面におけるもう一つの主張が、 政府の規制強化と合わせた民有民営のままでの業界統制である。業界の自主統制が進展するならば、豊富で低廉な電気を供給する上では、民営の方が有利であると訴えていた。松永の主張に対し、時代が昭和に入ると、電力国営論が台頭し始め、1936年3月に、広田後期内閣が発足すると、定心大臣に、 電力国営論を訴える頼もぎかつら基地が入り、低身省が電力国家管理政策を主導するようになる。民間電力会社に発送電設備を出資させて、特殊会社を新設し、同社を通じて政府自ら発送電事業を経営するという民有国営の方向で国家管理政策は具体化され、10月には電力国策要項が 閣議決定されるところまで進んだ。内閣総辞職により成立しなかったが、翌1937年1月には、関連法案が帝国議会へと上提された。この電力国家管理政策の動きに対抗するため、松永は業界の自主統制を具体化する必要に迫られた。そこで従来からの主張である、一区域一会社主義を実現させるため、 東方電力による周辺事業者の自主統合を始める。その中で1937年に東方電力は合同電気と中部電力の2社を相次いで吸収したのであった。東方電力と合同電気の合併契約は1936年11月28日に締結された。合併条件は以下の通り。1936年12月16日。 東方電力、合同電気両社はそれぞれ臨時株主総会を開き、蒸気合併契約を承認した。そして、両社の合併は、契約通り、翌1937年3月31日付で、実行に移される。ついで同年5月29日、東方電力にて合併報告総会が開かれて、合併手続きが完了、同日をもって合同電気は解散した。 合併時、合同電気の資本金は7203万4950円。主な経営陣は、会長、松永安左門、社長、大田光博、副社長、高桑角一、専務、桜木良造であった。合同電気が、東方電力に合併された後の1937年6月、提携新章は、東方電力を含む、主要電気事業者に対し、 隣接する小規模事業者の統合を奨励した。この奨励に従って、全国規模で事業統合が活発化するが、東方電力も例外ではなく、隣接事業者の統合を進めた。旧合同電気関連の地域では、和歌山県のすさみ水力電気株式会社及び、徳島県の海部水力電気株式会社の事業を1937年10月1日に、 三重県の10社電気株式会社の事業を1938年8月1日に、同じく三重県の馬の川水電株式会社の事業を同年12月1日に、それぞれ譲り受けている。電力国家管理政策実現への動きはこのまま進展しており、1938年に電力管理法と関連法が交付、施行されて電力国家管理問題が決着していた。 これにより、既存の電気事業者から火力発電所と主要送電線を出資させて、国策会社、日本発送電株式会社を設立、同社を通じて、電気事業を政府が管理するという体制が1939年4月1日をもってスタートした。その後さらなる国家管理の強化が提唱され、1940年7月、水力発電設備を含む、 主力発送電設備を日本発送電に帰属させて国家管理を強化するとともに全国を数地区に分割して一つ、地区につき一つの国策配電会社を設立するという方針が決定する。これに基づいて日本発送電への発送電設備出資が1941年10月1日と翌1942年4月1日に実行に移され、 配電統制令に基づく国策配電会社旧社の設立も1942年4月1日に実施された。電力国家管理政策に関連して東方電力は1939年4月1941年10月1942年4月の3度にわたって日本発送電へと設備を出資。さらに1942年4月には 配電会社9社の内中部配電、関西配電、四国配電、九州配電の4社に対しても設備を出資した。この際、旧合同電気に関連する発電所や供給区域も九州配電以外の各社に引き継がれている。各社に設備を出資して電気事業を創出した東方電力は1942年4月1日をもって解散、消滅した。 以下、合同電気の業績推移について詳述する。1922年5月1日の、三重合同電気発足時点での交渉資本金は1250万円、打ち払い込み資本金1139万3750円であった。設立以来の相次ぐ合併で、資本金額は増加を続けた。まず1922年9月の岩倉水電。 日立川水電合併では165万円を増資。翌1923年10月の徳島、水力電気合併では1347万9950円を増資し、1927年5月の大汗電気ほか4社合併では173万円を増資している。合併後の資本金は2935万9950円で、 1927年11月の第4回払い込み完了をもって一旦全額払い込みとなった。続いて1928年には7月の納費、電気合併で600万円を11月の浅間登山鉄道合併で67万5千円をそれぞれ増資した。1930年1月、東方電力より4日市、 奈良良支店に関する資産の現物出資を受けるに当たり、3600万円を増資し資本金を3 6百3万4950円から7203万4950円へ改めると決議した。増資実施に先立つ3月、未払い込みで残る120万円を徴収し資本金3 6百3万4950円を一旦全額払い込みとしている。 そして7月に3600万円の増資が完了した。1930年の増資後、東方電力に合併される1937年まで増資、会社合併ともに実施されなかった。株式払い込み金の徴収については、1934年3月に720万円の払い込みを実施しており、東方電力合併時の払い込み資本金は、 交渉資本金72034950円に、対し61234950円であった。三重合同電気の経営は設立当初から順調で、電灯、電力供給は年々拡大、収入も増加を続けた。ただし自社発電力が小さいため滑水時に、割高な購入電力費を支払う必要があり、供給拡大とともに支出も拡大して、 利益率はほとんど一定であった。1922年下期から1924年下期までの5期は、大払い込み資本金利益率は10%余りで、配当率は年率9%、1925年上期以降は利益率12%余り、配当率10%で、途中の増配は、社内の整理が済み終支状態の改善を見たことによる。 1920年代後半になると負債が多いという問題を抱えた。納品電気を合併した1928年下期末では、総資産6651万円に対し社債借入金などの負債額は2767万円に達し、地方企業としては借金の多い会社となっていたので、ある。これは短期間に合併を急いだため、 また水力発電所建設費が割高なためであった。決算上は12%余りの利益率を保ち、年率10%の配当を維持したが、経済雑誌ダイヤモンドでは、資産額に比して、固定資産の消却費が過小であり配当偏調と指摘されている。1930年5月に、東方電力四日市、奈良良支店と京阪電気鉄道和歌山支店の 事業を継承したことで、事業規模が一挙に拡大したが、同時に資産を割高に買収したため固定資産額も膨張した。加えて、不況の影響で供給成績自体が不振となったことから、事業を継承した1930年下期より、利益率は11%台に低下、配当率も長く続いた10%から8%に減廃となった。 不況の影響はその後も続き、1931年下期、決算で7%配当に減廃、減配、1932年下期には、利益率が過去最低の11.2%にまで、低落した。しかし業績低下は、同期がピークであり、その後は、景気回復に伴い供給成績が向上、増収に加えて、金利低下による利払い費の減少もあって、 利益率が回復に向かった。その最中の1933年下期決算において合同電気は2%減廃し、配当率を5%に引き下げた。これは、業界大手の宇治川電気や日本電力が発表した財政再建計画に習ったもので、減廃によって焼却費を確保して資産額を圧縮し、社債、借入金を軽減するというものである。 下期末時点で総資産は1億3268万円に達し、社債と長期借入金を合わせた長期負債は7105万円に及んでいた。この長期負債を減配と業績回復によって生じる資金を当てた消却の増加と1800万円残る未払い込み資本の徴収とにより、向こう10年間で2から3000万円程度へと圧縮することが、 構成計画の目標とされた。翌1934年には、未払い込み資本金の一部徴収が実施されたほか、3月から8月にかけて計6000万円に上る社債が一挙に発行された。新社債による定理借り替えと払い込みによる負債自体の削減に伴う支出削減効果は大きく、増収も重なって1934年下期には、 利益率が12%に回復している。計4期の5%配当を経て1935年下期より6%への増配を実現。東方電力との合併前、1936年下期には増収増益により16%という高利益率となり、配当率も7%まで回復を見た。 業績推移表1922年上期から1936年下期までの各期における資本金、収入、支出、純利益と配当率の推移は下表の通り、下期供給成績推移表にある通り、三重合同電気の供給成績は1922年上期末の伝統取付数18万628頭。 販売電力1736馬力で始まった、後、1920年代を通じて拡大した。特に拡大幅が大きいのは、徳島水力電機を合併した1923年、下期で、期末の成績は、電灯取付数47万3962等、販売電力5865馬力2 3 4 0ットとなり、全期末比で、 電灯1.8倍、電力2.9倍の伸びとなっている。1928年7月の納品電気合併では、岐阜県内における電灯19,521灯と、電力供給176馬力1 4 5 5 0ットを継承した。この合併で特に販売電力が拡大し、前期末、非1.9倍増の3万キロワット超となった。 九百三十年五月、東方電力四日市、奈良良市店時計班電気鉄道和歌山支店の事業を継承したことで電灯七十二万千四百七十七棟、電力供給六万千二十三キロワットが一挙に加わり、同年下期の電灯数は前期からほぼ倍増の百五十五万七千四百二十九棟、販売電力は二点九倍増の十万八百十五。 キロワットに達したところが、当時の深刻な不況を受けて、翌1931年上期の供給成績は、電力は前期日比増を維持したが、電灯は7489灯の減少となった。電灯数が前期を割り込んだのは、この1931年上期と、旧の王電気区域を東方電力へ譲渡した1932年下期の二度のみで、それを除けば、 供給成績は1930年代も拡大していった。東方電力との合併半年前、1936年下期末時点の取り付け電灯数は172万6785灯販売電力は15万815キロワットとなり、1922年上期末に、非して電灯は9.6倍、電力は117倍の規模であった。 区域別成績が判明する1936年上期末時点のデータによると、津、奈良、和歌山、徳島、淡路の5区域における取り付け等数の比率は順に37、18時20分19秒、6、同様に販売電力の比率は44、13時27分13秒、2であった。また、低新省の資料によると、1936年末時点で、 3 0 0 0ット以上を供給する大口需要家には、電気、電鉄事業者では、東方電力、三宮急行電鉄、大阪電気機道・南海鉄道、工場では、東洋防石と田工場があった。電灯電力供給水位表1922年上期から1936年下期までの各期における取り付け電灯数、販売電力の推移は、下表の通り、 東方電力との合併直前、1937年3月時点における本社、支社・営業所、出張所の所在地は以下の通り。本社は、三重郷同電気設立時より、津市南堀リタン2130番地に設置。1924年4月20日、一旦、津市丸の内堀津2129番地球へ移るが、 半年後の10月17日付で、元の南ホリダンツ2130番地に戻っている。ただし1923年の徳島、水力電気合併を機に、本社移転問題が起こり、その結果本社は津市のままながら、実務の中心は大阪市へと移された。したがって、社長の大田光弘氏ら会社幹部は大阪上中であり、 三重県内の事業は本社と同一所在地に置かれた津市社が別途管轄した。それでも本社は津市のため株主総会は津市内で開催された。三重合同電気発足当初1922年5月末時点における供給区域は下表で示す三重県下122市町村であった。これはすでに電灯供給を開始している地域のみで未開業地域は含まない。 三重県三重県における1936年12月時点の電気供給区域は以下の通り三重県内において合同電気の供給区域から外れていた地域のうち稲部郡の一部は10社電気株式会社綾山郡の一部は馬の川水電株式会社の供給区域であった合同電気の合併に続いて東方電力は1938年に 両社から事業を買収しており、これらの地域も東方電力の供給区域となっている。1942年4月の配電統制令による配電会社設立に際して、三重県は中部配電の配電区域と規定され、東方電力は該当区域内にある配電設備、事業者屋内設備を同社へと出資するように指示された。戦後の1951年、 この中部配電の配電区域を引き継いで中部電力が設立されている。関西五府県、関西地方五府県、奈良県、京都府、滋賀県、和歌山県、兵庫県における1936年12月時点の電気供給区域は以下の通り。和歌山県内において合同電気の供給区域から外れていた地域のうち以下の町村は すさみ水力電気株式会社の供給区域であった。合同電気の合併直後の1937年10月に、東方電力はすさみ水力電気より事業を買収しており、蒸気地域も東方電力の供給区域となっている。1942年4月の配電統制令による配電会社設立に際して、蒸気5県は関西配電の配電区域と規定され、 東方電力は、該当区域内にある配電設備、事業者屋内設備を同社へと出資するように指示された。1951年、この関西配電の配電区域を引き継いで、関西電力が設立されている。徳島県徳島県における1936年12月時点の電気供給区域は以下の通り、徳島県内において、 合同電気の供給区域から外れていた地域のうち、回復軍の一部は、回復水力電気株式会社の供給区域であった。合同電気の合併直後の1937年10月に、東方電力はこの事業を買収しており、これらの地域も東方電力の供給区域となっている。また、東方電力時代の1937年9月に、美馬郡伊集村も、 供給区域に追加された。1942年4月の配電統制令による配電会社設立に際して、徳島県は四国配電の配電区域と規定され、東方電力は該当区域内にある配電設備、事業者屋内設備を同社へと出資するように指示された。1951年、この四国配電の配電区域を引き継いで四国電力が設立されている。 合同電気が運転していた発電所は以下の通り。ただし、発足初期1926年までに廃止された発電所は除いた。合同電気の県営都市ガス供給事業は三重県及び徳島県で展開されていた。三重県での事業三重県でのガス事業は津電等の事業を引き継いだことにより1922年5月の 三重合同電気設立時より始められた。供給区域は津市内で津伝統時代の1912年10月に開業。三重合同電気発足後は、同シャツガス製造所として事業が継続されていた。その後、宇治山田市に宇治山田ガス製造所を設置し、1928年11月3日より、同市内でのガス供給も開始している。三重県内では、 東方電力傘下の東方ガスも四日市市内にてガス事業を経営していた。経営合理化を図るため県内3都市の事業を統合することとなり、1929年により新会社設立の準備に着手。翌1930年8月1日に合同ガス株式会社が発足し、合同電機は県営ガス事業、東方ガスは 四日市市内のガス事業をそれぞれ同社に譲渡した。ただし、合同電機は、三重県内のすべてのガス事業を譲渡してはおらず、松阪町でのガス事業は直営のまま残った。これは、合同電機と合同ガス発起人との間に、事業譲渡仮契約が締結された1929年6月の段階では、松阪町におけるガス事業の巨人化手続きが、 集結していなかったためである。1929年12月20日より、松坂町でのガス供給が合同電気の手で開始され、合同ガスの設立後は同社への経営委託という形が取られた。東方電力と合同電気の合併後、東方電力は1937年9月1日付で経営を委託していた松坂市におけるガス事業を正式に合同ガスへと譲渡した。 また、合同電機が所有していた合同ガスの株式11,330株を東方ガス系列の東方ガス証券に売却し、合同ガスを東方ガスの産化へと移した。以降、合同ガスは東方ガスグループの企業として、三重県内でガス事業を営んだが、2003年になって東方ガスに吸収されている。徳島県での事業徳島県では、 1923年10月に徳島水力電気を合併したことによりガス事業が始められた。供給区域は徳島市内で1915年10月に供給が開始されていた。合同電気時代はガス製造設備やガスタンクの増設など設備の改善が順次進められ業績の向上が図られた。東方電力との合併後、 同社のガス事業分離方針により、徳島市でのガス事業は1937年9月1日付で、合同ガスに事業譲とされ、ついで9月18日現物出資によって、新設の徳島ガス株式会社に移された。さらに、太平洋戦争末期に浮上した四国におけるガス、事業者の統合計画に基づき終戦直後の1945年11月、徳島ガスは、 四国ガス株式会社に合併されている。合同電気の県営電気鉄道、軌道路線は、三重県及び、和歌山県に存在した。三宮二見線三宮二見線三重県宇治、山田市周辺の電気軌道路線は、三宮二見線と称し、伊勢電気鉄道より引き継いで経営していた。同線は、山田駅と伊勢神宮及び、二見を結ぶ路線で、1903年に、 最初の区間が開業、1914年に全線が開業した。三宮二見線は1922年から1937年まで、三重合同電機の手で経営された後、1939年8月1日付で、東方電力から三宮急行電鉄系列の3級、山田自動車株式会社に譲渡された。同社はこれを機に、 新都交通株式会社に解消し、さらに戦時下の事業統合に伴って1944年30軒下の鉄道、バス事業者を合併して30交通株式会社へと発展している。合同電気の経営した軌道路線は三重交通の新都線として運行が続けられたが、戦後1961年に廃止され現存しない。 浅間線上機三宮二見線の途中から分岐する鉄道路線に浅間線があった。同線は三宮二見線に接続する平坦鉄道線と同線に接続して浅間山山城を結ぶ工作線からなる。1925年8月に浅間登山鉄道株式会社によって開業した。同社は資本金75万円、社長田中善介であり、 路線が接続し、活電気を三重合同電気から受電することから両社の合併が決定1928年11月1日付で合併が成立して浅間線は三重合同電気の路線となった合併に伴う資本金の増加は67万5千円である三宮二見線と同様1939年8月に東方電力から譲渡されて 新都交通の路線となる。ただし道線と異なり、浅間線は、三重交通発足直前の1944年1月に、休止され、後に撤去された。和歌山線和歌山県和歌山市内や海南市を結ぶ、電気軌動路線は、和歌山線と称し、1930年5月に、京阪電気鉄道より譲り受けた。沿線には、和歌浦、新和歌浦、和歌山城、 君い寺など名所旧跡が多く、年間を通じて多数の乗客があった。和歌山線は1909年に和歌山水力電機の手により一部区間が開通したのが始まりである。順次路線網を拡大するとともに、京阪電気鉄道へと経営主体が移り、合同電気時代の1930年6月に東和歌山駅までの区間が開通して、全線が開業した。 東方電力に移管された後、1940年11月1日付で、和歌山線は和歌山電気軌道株式会社へと譲渡された。戦後の1961年に和歌山電気軌道は南海電気鉄道に合併され、合同電気が運営した軌道路線は同社の和歌山軌道線となるが、1971年3月に廃止されており現存しない。 統合した会社のうち、乗り合い自動車事業を経営していたのは、伊勢電気鉄道と京阪電気鉄道である。伊勢電気鉄道より引き継いだバス事業は、電気軌道とともに、宇治山田市内にて運行していた。1932年3月、この事業は、伊勢自動車というバス会社に統合し、さらに、伊勢地区に進出してきた、三宮急行電鉄の出資を得て、 新都乗リア自動車株式会社とした。その後同社は、東方電力が3級山田自動車に電気鉄軌道事業を譲渡するのに合わせて、これに合併している。京阪電気鉄道からは、軌道線の保護のため同社が、和歌山市内で経営していたバス事業を電気軌道事業とともに引き継いだ。この地域では他にもバス事業者があり競合していたが、 そのうち二つの事業者と統合することとなり、名工バス株式会社を設立して1930年9月1日より、事業を移管した。なお名工バスは、和歌山市におけるバス事業を1935年6月1日より、さらに、和歌山合同バス株式会社へと分離している。1922年上期から1936年下期までの各期におけるガス販売量並びに、 電車乗客数の推移は、下表の通り。三重合同電機は設立当初、大量の役員を抱えた。まず1922年5月の創立総会にて、取締役16名、監査役9名の計25名が就任。ついでいは倉水電、日立川水電合併に伴う同年9月の株主総会で、取締役6名、監査役3名が増員され。 さらに、徳島水力電気合併に伴う、翌1923年11月の総会で、取締役9名、監査役3名が追加されて、計46人という大所帯となった。この46名は3名を除き全身会社、合併会社で役員を務めていた。これら初期の役員の氏名と、全身会社、合併会社での役職は以下の通り、 上記の内川北九代夫が、初代の代表取締役社長を務める。その他、役員選出と同時に、阿部洋造が、取締役副社長、小島源三郎が、専務取締役、川北秀夫、大田孝樹、小島宗衛門、白塚大三郎、田中善介が、参四取締役、秋田木介が、常任監査役となった。百二十三年十二月の、 定時株主総会において、上記の取締役全員が辞任し、取締役は18名に整理された。これ以降、1937年3月の東方電力合併までの間に、下表の37名が取締役を務めた。微行、清水周吉1923年12月の定時株主総会において、前述の監査役全員が任期満了となり、 監査役は6名に整理された。これ以降、1937年3月の東方電力合併までの間に、下表の17名が監査役を務めた。総収入1334万7000円に、対し、電気供給事業収益は1255万1000円、電気軌道事業収益は47万9000円、電気鉄道事業収益は4万3000円。 ガス事業収益は6万9000円。大田光博氏が社長に就任した1924年9月の株主総会にて本社移転延期を決議している。ありがとうございます。